ピンポン。本日はガチのマジで真面目な回ですって。じゃあそのクソみたいなパーティーメガネやめない？動画投稿するならやっぱりたくさんの人に見てもらいたいじゃないですか。まあせやな。なんだかんだ言っても再生回数とか見てくださる方の反応とかって強いモチベーションになるんですよ。めちゃめちゃ時間かけて作った動画が再生回数めちゃめちゃ低かったらやっぱり心折れるじゃないですか。さすが120時間かけて作った初投稿動画、再生回数35回なだけはあって説得力あるな。そんな悲劇を生みたくない。せめてこの動画を見てくれてるクリエイターの人には少しでも再生回数増やしてほしい。そんな思いからこの動画を作ってます。ぜひみんなで真面目に考えていきましょう。なるほど。でも動画を伸ばす方法って言ってもな、そんなん分かったら苦労しないやろ。まあまあ、まずはリサーチからですよ。リサーチ。 YouTube とかニコニコで人気の動画からその傾向を分析するんです。まずは YouTube から行きましょうか。検索窓でボイスロイド劇場とフィルタから再生回数順で並び替えると、上から10件くらいピックアップして、共通点は匂いが来たな。でもここで漏らしたら人生終わるなり。お姉ちゃんお姉ちゃん大丈夫？今日はちゃんとおむつしてるでしょ。つやった。これなら漏らしても大丈夫。超漏れ安心、超絶隙間で風通し最高。じゃあ漏れるじゃねえか。うちも毎日5枚使ってる。ぜひうちみたいなお漏らしさんはこの超隙間で超漏れ安心。やめろ。何するんですか何するんですか。車内はボケ。お漏らしキャラ定着させるのやめろっちゅうの。いいじゃないですか。今のキャラより印象良くなりますよ。うちの今のキャラお漏らし2番なの。ふーむ、尿意、周知。ふっ、この私ともあろうものが見落としていたな。どの立場の人なんだよ。ちなみにニコニコはどうなんや。そうですね、まあニコニコはいろんな人がいろんな切り口で動画出してるので動画の内容はばらけるかもしれませんね。タグでボイスロイド劇場からの再生回数で並び替え、ほらあれよ、これ投稿者さん同じだから傾向が偏ってるんやないか。もっと複数の投稿者さんが投稿しているものから傾向を見ないと。そっか、それもそうですね。ではふむふむ、ほら投稿者さん別でカウントしていけばやっぱり傾向違うやろ。そうですね、ここから伸びてる動画の共通点を共通点を共通点、やっぱり自分の好きな動画を上げるのが一番ですよね。お前ほんと身も蓋もねえな。というわけで真面目にリサーチした結果、ボイスロイド劇場を伸ばすなら尿意 &H で行くべきということが分かりましたね。真面目にリサーチした結果がそれでいいのかい。では次回、尿意限界突破、トイレ争奪激烈バトルでお会いしましょう。てめえふざけんな。